はい、どうも皆さん、私、エイサーチャンネルのキットでございます。いやー、大変お待たせしました。やっと復活しましたね。いやー、長かった。いやー、本当お久しぶりでございます。本当ね、ちょっと2週間以上ですね。ちょっと休憩じゃなかった、休みをね、いただいてしまいました。本当ね、1日300やりたかったんですけれども、声が出なかったんですよ。体調はね、万全だったんですけれどもね。今回から、GT300 の方やらせていただきます。よろしくお願いいたします。でですね、前回でもだいぶ前からですね、コメントで、GT300 の車両を、何がいいですかっていうふうな、感じで問いかけていたんですけれども、皆さん、コメントね、たくさんいただいております。で、BRZ と、GTR とですね、いろいろ、もらったんですけれども、さすがにね、ちょっと皆さんいいセンスしてますね。なんで、ちょっとですね、私優柔不断だったので選びきれずにですね、くじを網田くじをですね、作ってやったらですね、なんと発表します。BRZ に決まりました。なので、ちょっと BRZ でですね、参加していきたいと思います。では BRZ を買ってですね、やっていきたいと思うんですけれども、 BRZ2 つあるんですよね。GT300 クラスだったかな、チューニングができるやつと、そうでないやつだったっけな。 あ、これ、ベースモデルですね。ベースモデルと、R&B のスポーツっていうものがございます。で、まあ、どっちでもよろしいのかなと思うんですが、まあ、とりあえず、せっかくなんでね、こっちのSTI のかけたらね、このスーパー GT の300でやっていきたいと思います。いやー、これですね、カラーとかちょっと選択できないんですけど、まあインテリアがね、あるんで、あ、間違えた。車について購入をする。いや、ほんとね、もう実況プレイしたかったんですけどね、まあできなかったんですよ。でね、まだね、ちょっと喉の調子が悪くて、なんていうのかな、咳払いとかですね、ちょっと咳込んでしまう場合があるかもしれませんけれども、まあ、ご了承のほどよろしくお願いいたします。よし、ほんじゃまやっていきましょうか。久しぶりじゃないんですけどね、BMW の、なんかチャレンジするやつがあるんですけれども、まあ、それでね、ちょっとやってたんですが、あれもね、まあ、ツイッターご覧になっている方だと分かると思うんですけど、結構いいタイムが出てですね、走り方がね、ちょっと若干変わったのかなっていう感じがいたします。じゃあ、エントリーしていきましょう。レーシングハードですね。久しぶりだな、本当に久しぶりだな、この、なんですか、レースっていうレースは本当に久しぶりですね。いやー、緊張するな。さあ、第1戦はディープフォレスト。おお、結構なメンバーが、出てますね。さあ、ドライビングオプション見ていきましょう。レーシングハード、トラクションコントロール、ゼロ。ちょっと ABS はね、付けさせていただきます。タイヤはどうだったっけな、レーシングソフトまでいけないね、ハードだね。よし、ほんじゃこれでね、やっていきたいと思います。今回もですね、いつも通り1戦ずつ取っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、すごい。もうウェッズスポーツと、もうローリングスタートはそれらしい。はあ。あら。せっかくなんで、車内視点でやっていきましょうか。4周ですね。ちょっとケツから2番目だな。ちょっとね、早めに。おお、すごい。ちゃんと真ん中のモニターが機能してるな。すごいすごい。ウェッズスポーツとアスパラが戦ってるぞ。前もウェッズスポーツだな、多分。これは、で、その前がある闇宮。撤退されたんですよね、アマさんのところが。また、もったいないな、300。おお、詰まる詰まる。抜きたいけど抜けないな、このウェッズ。パスしたい、したい、した。よし。まだ左にいるな。あ、痛い。小突かれた。アスパラ先生を抜いて。さあ、クスコだったかな、これは。の、インプレッサーに詰まりたいけど、さすがに、馬力が全部一緒だから詰まんないですね。
久しぶりだからちょっとブレーキングポイントが分かんない。ごめんなさい。ちょっとブレーキングポイントがつかめないですね。さあこの一周でできるだけ、おう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 おい、ここは4ですね。お、あのモニターの左側にまだ時計がついてるな。なんだろうあの時計、すごい気になる。よっしゃー、お、シルビアとビアルゼットが戦ってるぞ。さあ共に戦おうではないか。ウェッズスポーツ多いな3台いるな。その前は何だろう、まさか3号の GTR じゃないだろうなあれ。そうですね、ですね、ちょっと床に伏せてる間なんですが、おお危ない、詰まる。ちょっとですね、ドライビング、ね、のスタイルがね若干変わったと思います、自分でも。お、まだ前に6台もいるな、こんなところで遊んでればいいんじゃない。なんですけど、まあちょっと分かるかな、だいぶね変わったと思うんで、ぜひねそこら辺も、わあインに入れなかった、ラインが厳しいな。そこら辺もねぜひちょっと前の動画と比較してみてください。よっしゃいけ、よっしゃいけ、残り3台前に見えてる。でも残り2周いけるかな。よっしゃー、なかなか追いつきませんね。さすが馬力が一緒だけあって。よいしょ、いけるかな。3で4か、立ち上がれるかな。ちょっと1段落としてセルコントロールをして、危ない危ない、ちょっと踏みすぎた、今のは踏みすぎですね。向きをしっかり変えて、ここもアクセルコントロールで抜けたい。危ない、滑る、スリップに入ってインに入りやすくください。失礼します、ありがとうございますさあここでちょっと詰まるんですよね。ちょっとアウトから今度は行ってみたいと思います。このガヤルドがまた、おっしゃー、ナイスパス、 OK ですね。さあぶっちぎりますよ。ちょっとブレーキが甘かったね今のぶっちぎるとか言っててブレーキがすごい甘いでやんのさあベストラップをマークして、最終セクションじゃなかった、最終ラップ。もう大変、立ち上がってと、なかなか離れませんね。でも ART とガライアだったかな。よいしょ、ちょっとアグレッシブに行きたい。おー、踏める踏める、あーこれ乗りやすいぞこの車、さすがですね、さすが BRZ。 踏みすぎる。今回すごいもうスピンがひどいんで、ひどいというかですね、スピンしやすいのかな前回に比べると。なんで、ちょっとアクセルを踏む量ですかねが前よりも踏めないですね。まあ何回も今回は言っているんで、そこら辺は多分もう皆様もね、もうクリアされている方もおられるんで、分かってるというか承知だとは思うんですけれども、ちょっとね今回は本当タイヤを見直しと、タイヤ見直しとサスペンションの見直しかがされていて、すごい滑りやすかったりですね、前よりもこう加速が乗らなかったりっていうのがね多々ありますね。さあ、無事、クリアすることができました。クリアじゃないな位置を取ることができました。復帰戦はですね、もう5秒、6秒、約6秒差をつけてゴールしました。ちょっとだいぶ走り方が変わったから楽勝パターンになっちゃってますけれども、予断禁物ですね。第2戦はまたね気を引き締めていきたいと思います。よいしょ、いやー久しぶりだな、面白い。ちょっとタイヤガクガク相変わらずだな。よっしゃ、じゃあ無事1位を取って、第1ラウンド
20ポイント、60ポイントだっけな、100ポイントだ全然違う、もう忘れてる、ここも、取ることができました。さあ次回もですね、第2戦、やっていきたいと思いますんで、ぜひぜひですね、またご覧ください。それでは、今回もですねちょっと時間空いてしまいましたけれども、最後まで、ご覧いただきありがとうございました。ぜひですね今後もねちょっと体調崩しちゃったりするかと思いますけれども、やめずにですね実況プレイはやめずにですね、何かしら上げていこうと思ってますんで、気になった方はですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあそれでは皆さん良い GT ライフをお送りください。久しぶりだなこのセリフも。